残り2周の赤番、このまま坂口逃がされる形となるんでしょうか。後ろからの仕掛けはありません。しきりに警戒する坂口、マークする5番の鈴木、3番手稲川、まだ後ろからの攻撃はなく、このまま逃げるか坂口。ジャンが入ったところ、大阪勢が踏み込んでいった。1番の稲川、マークするは7番の南、その攻撃は2番の馬淵、一気に踏み込んで三重コンビを届きました。4番小島がすかさず巻き返していくが、逃げる1番の稲川、田舎の先行にマーク7番の南、その後2番、そして3番中川、中川後方からまくっていった。4番の小島の中段からのまくり、先頭1番の田舎、後方は7番の南、外から8番の村方やってくれ、先頭1番田舎、番手から7番、7番の南、内粘って1番田舎、外8番村方、さらには2番馬淵。